木村京子線。はい、木村京子線はやっぱいつもと違った試合の形式でストリートファイトマッチということでやったんですけど、うん、なんかこの試合はやっぱり私も1回、まあ、前にあるんですけどネオレディスの時に、それは全然本当新人だったので何もできなかったっていう思い出があるんですね。だからちゃんと衣装とかもちゃんとこだわってやりたいと思ったし、やっぱりその相手は木村京子しかいないなって思ったのでやったんですけど、 なんでまたこんな試合形式を受けたんでしょうか。あ、田村さんだからこの試合の経緯を。経緯、私なんか、まあ、昔木村になんかそういうストリートマッチをやりたいっていうか、デスマッチあの子好きじゃないですか、うん、でやっぱりあの子に相手がいないわけですよね、うん、そういうやるなんかそういうなんかちょっとしたことで聞いたことがあって、なんかこの子の好きなプロレスをやらせてあげたいなっていうのはずっと思ってたんですね。で私もこういう機会防衛していつもと同じ試合の形式でやっててもつまらないなと思ったん で、うん、でそういう、もう最後だから好き勝手にやろうみたいな感じで、you
ス、どうしたどうしたどうした、起きろ、ダブラ、起きろりゃ、おいダブラ、起きろ、ダブラ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 、負けんじゃねえぞ、ダブラ、
Thank you.
って言ってることを言ってる理由らしいじゃねえかよ。なあ、さくらいい加減にしろよ。なあ、次の挑戦者はさくら M だ。田村様に時間がねえ。来週はタッグのタイトルマッチ、次の大阪はさくら M に完成だ。これは正式決定だ。いいな、田村さん決めた。いつもと違うタイトルマッチ、だったんですけど、なんかいつも以上に気合が入りすぎちゃって、はあ、どうだったかちょっと分かんないんですけど、本当はデスマッチとか狂気を使った試合とか好きじゃないんですよ。狂気とか使わない体を田村様は作ってきたので、自分の体が狂気なんで、そういう試合はあまりしたくなかったんですけど、木村京吾はデスマッチが好きっていうことをいろいろ聞いてて、なんか やってあげる人がなかなかいないっていうことも聞いてました。私が引退する決めて、なんか木村になんか自分の好きなプロレスをやらせてあげたかったんです。長野選手、私も、ね、ずっとやってるけど、プロレスずっと私の好きなプロレスができてるかって言ったらそうではないと思うんです、うん、私の好きなプロやって本当にプロレスやったなって思うのはミサイとの試合だったんですね。だからそういう試合を、なんか自分の納得できる試合を一回でもできる試合をできたら、なんかこれからなんかプロレスが楽しくなっていくんじゃないかなと思って、私は二冠戦の試合をストリートファイトデスマッチに認めて今日試合をしました、ね。木村の土俵だったと思うんですけど、私はこの2冠のベルトのお守りがあったから勝ってたんじゃないかなって思います。かなりあの傷跡が、病院に行かれてますよね。最後の最後ですよ、私自爆なんですよね、悲しいことに。私は多分この先も一生蛍光灯されることはないと思うし、自分自身もそう、わかんないでしょ。ないんですね、ないんですけども、それを例えばの視聴者の方にも分かりやすいこう日常の痛みで例えるとどんな感じですか。日常の痛み、なんかわかるかな、なんか角に親指をぶつけたみたいな、角みたいな、わかるよ、そういうつーみたいな、わかんない。いや、痛いのは痛いですけど、わからない、あなたやられたことないんだもんね。もうちょっとなんかこうわかりやすい、これ以上わかりやすいのないんだ。歩いてたらタンスの角に指を、そんな感じ、そんな感じよ。熱い感じでしょ。うん、そうそう。後からバーンって熱い感じ。なるほど。血が流れてるんだよね。スターンって。この時引退の発表されたのはいつでしたっけ。5月の5日ですね。5月の5日だ。はい、それで次々と挑戦者が名乗り上げてきて、はい、で次々と田村様が防衛されてた時で。うん、自分はその他の選手の試合を見た時に、うん、なんかああ田村さん本当に終わっていくんだなというか、うん、あの思い出作りに入ってるんだなっていうふうに思ってたんです、外野から。で自分もあんまネオさんに出なくなったりとかしてたので、うんうんうん、あれなんですけども、そこで今だったら取れるというか、本当に2007年の時に田村さんとは二度とやらないということを言って試合をしたんですけど、2009年があって、で初めて自分から田村さんとやりたいと思って挑んだ試合だったんですね。初めての
大阪、あ、ね、東京じゃない、後楽園はなんだかんだ言ってもやっぱ桜美駅というかいろいろあったんですけど、大阪ではなかなか自分も知られてなくて、それはあの最初試合をやった時に感じたのは、うん、桜コールがあまりないっていうか、桜歓迎ムードじゃなくてもう田村田村だったんですよ。私あの日2試合ですから、あ、そう、飯田美香デビュー戦、デビュー戦、そうだし、あの試合前に飯田さんと抱き合って、はい、2人で今日は田村さんを共有しようねそんなことしてたんですか付き合った何やってんの。Yeah!
ローラ。ローラ、カレーパイより。アムラ。アムラ。アムラ。Yeah!
試合中感じたのはやっぱり田村さんは強いままなだけでは本当にないと思いました。でもたとえ自分の中で気づいたとしてもそれを最後まで口に出さない、お客様の前に出さないという強さを感じました。3回やって3回負けて田村さんは引退されてしまうんですけども、はい、限られたチャンス、潜ってきたチャンスをものにできなくて、はあ、情けないですけど、でもはい、勝っても負けてもまた明日から試合をしていくしかないんで、ありがとうございました。はい、桜は手強いですね。もう腰がみんな腕を攻めるのはなんかみんなよくやられてるんでちょっと慣れてるんですけど、腰、あの子の徹底攻撃は本当にすごくて、もう前も痛めつけられたんですけど、もう今日もすごい、もう桜闇、相変わらず目がつけられてる。なんか桜という、まあ、ライバルではないんですけど、なんかなんか不思議な同期でもないし後輩なんですけど、なんか異様な関係でも自分大阪への挑戦っていうのもあったし、もう徹底した腰攻めで、とにかくもう試合後立たせない。だからさ、ああいう地方でやるときってさ、バスで移動じゃないですか、はっきり言ってつらいんですよ。だからああいうことやめてもらいたいんですよね、私的には。私あれですよ、あの新幹線で移動しましたが、もう万全の体制で行くために。本当だよね。それは裏話です。あれ最後私ベルト取ったんでしたっけ。知ってませんよ。残念ながら。なんかでも全部を本当に、そうそう、あの試合はさ、やっぱりあの前の2試合とは違かったよね。なんか全部を出した、ある意味違かったんです。でも自分は確か田村さんの攻撃を受けないでも決めてて、受けない、うん、全部を攻めるで9割攻めるって決めてて、多分その通りにピタッとはまった試合になった気がします。まあ、じゃあそれだけ出してどうだったのかって言ったらあれなんですけど、でも自分は田村さんに対して自分の意思を貫いた、うん、それは伝わりました。はい、最後はいよいよ栗原さんとのシングル、はい、10月にも栗原戦をやったんですけど、やっぱり最後の試合ということで、やっぱり気持ち的にも違いますよね。それと栗原が怪我をして出れるのかっていうこともあったので。ありましたね、もうその試合にかけるために他の試合を欠場しても、うん、そうなんですね。そこまでの意気込みを最終的にでも来るって信じてましたか。そうですね、来なきゃダメと思って来なきゃ何のためにタムクリをやったんだみたいな感じはありましたね。田村さんとタッグを組んで、はい、ま、あのいろんな若手がタッグを組ませていただいたと思うんですけども、はい、結構こうなんだろう、ま、チーム名とか合体技とか送り出したチームって珍しいんじゃないかな、珍しいとかあんまり知らない。元気さんの時とかもありましたけど、うん、実際こう最後の試合場外戦が結構ありましたよね。シングルですかこれ、はい、場外戦、ああそうですね、腕攻めですかね。クリア、あの会場のいろんなところで、うん、いや、そういういろいろなことをね考えられるようになったんで、なんかタムクリで頑張ってきてよかったなと思います。すごい成長してくれたじゃないですか。
最強のまま引退します。大晦日の田村様の相手は栗原あゆみ。自分が勝たなかったら自分の未来も女子プロレスの未来もないものと思って、最上級の覚悟を持って試合に臨みます。ファンの方が見たいカードが栗原あゆみだったということ、来年女子プロレスを背負う多分栗原だと思うので、今現在最強の田村様の強さを見せつけたいと思っています。
来ない方じゃない。はい、ここ
Thank you.
最後の、はい、あのガツンときた技があったじゃないですか。続きですか、はい、はい。あの瞬間は覚えてます？覚えてるよ。わーってもう何なんだろう。実質あれがもう勝負を分けたと言ってもいい一撃だったんですけど、はい、そうですね。いろんな続きは受けたことあるんですけど、なんか本当に言葉にできないぐらいのなんか衝撃がありました。あれは一番後楽園の南の後ろの方で見てたんですね。はい、クワーンって聞こえてきてね、遠くまで聞こえたって本当に頭蓋骨割れてしまったかと思ったぐらい。本当だよ。私の脳どうするの。でその時はまだあのメインでネオさんの純潔6人タッグが残った状態ではあったんですけど、はい、こうベルトを巻く瞬間っていうのは、はい、どんな気持ちでしたか。巻く瞬間ですか。あ、クリームですか、はい、なんかまさか自分がミカンのベルトを誰かに巻くっていうことがないと思ってたんで、すごい初めて。初めてですね。こう巻く、まあ、取られたことはありますけど、うん、巻いてあげるっていうのはなかったので、はい、なんかあのその瞬間に、はい、田村様の表情が、はい、なんか笑顔というか笑みをたたえていた感じだったんです。あ、本当ですか。え、覚えてないんですね。なんか悔し涙をずっと流しててこうベルトを巻いた瞬巻いて背中をたたいたっていう、うん、頑張るよみたいな感じで、うん、これからを託したっていう感じですね。すごい栗原さんに重かったと思います。うん、その時自分は、まあ、これはちょっと余談なんですけど、はい、田村さんのファンの女性の近くにいたんですよ。ああ、そう。で、その方はもうすごいずっと田村さんを応援してて、まあ、いわば引退試合なので、はい、もう全部焼き付けようとしてるわけじゃないですか、はい、で最後田村さんが負けてしまった瞬間にもう蛇口をひねったように泣いていて、で、まあ、やっぱりなんて言うんだろう、プロレスってこういうことなんだな、やっぱ本当にファンの人の気持ちを、うん、寝るんだなっていうのを思いました。そこまでだから彼女が何年間ファンだったか分かんないんですけど、うん、もう最後の最後までもうなんだろうな、一緒に戦ってるっていうのをすごく感動しました。ああ、なるほど、いいですね。田村さん見えないでしょ、試合してるから。見えないですね。あれは感動しますよ、本当に。大号泣、負けた瞬間。で、まあ、もう一試合あるからって言ってちょっと自分も変な慰めみたいになっちゃったんですけど、ね、最後の試合は楽しそうだったので。そうなの、ほんと頭が朦朧として、うん、楽しくやんなきゃっていう感じで、なんかもう出てないんですよ、私。田村さん、うすら笑いを浮かべて試合してましたよもう本当にわけわかんないよとか思いながらやってた。燃え尽きましたね、日韓戦で。あとあのコスチューム、はい、わかりました。あれはすごかったの、すごいです。ありがとうございます。あの早着替え、アイスリボンさん、 ICO の選手が何人ぐらい6人ぐらい総出で、はい、なんかもうなんだろう、ロボットの変身みたいな感じでそうなんです。すごいあの何だろう、見取り図みたいのがあって、うん、全部バーって変えたんですよね。だからあの悔しいとかいう感情を出す暇もないままメインのためにっていう、それをね、ぜひバックステージは映像にないんですけども、アイスボの選手がみんな協力してますので、本当ですよ。ぜひネオさんのファイナル DVD を皆さんご購入いただけたらと思います。はい、見てください、ぜひ。さくらさん、終わりましたよ。さくらさん、さくらさん、さくら起きろー、あの野郎大丈夫ですか？楽になりました。ちょっと今
すいません、寝てました、はい、戻りましたよ、はい、お疲れ様でした。すごい、最後ここどういうお店ですか。ありがとうございました。さくらさん、お菓子が好きということで買ってきました、ね、全部食べてください。すべすべです。全部食べてください。全部よいしょ。田村さんも座ってくださいよ。いただきます。どうですか。お、このお茶もなんか普通のお茶じゃないですね。なんだろう。そうですね、先ほど精油でも使わせていただいたんですけども、マージュラムのお茶なんですね。マージュラム、はい、精油が入ってるんですか。いやいや、精油は入ってないんですけどもはい、マージュラムお茶になってまして、あ、なんか体全体にもいいお茶でして、その他にも胃にもとてもいいお茶なんですね。胃がキリキリしますからね。はい、もうあの、ま、今日はちょっと おしゃべりをしながらという、はい、お話をしながらだったんですけど、何度こう睡魔がこう襲ってきて、何もそうですよね、パッなんか何もと思っても、あのこう持っていかれる感じがしますね、眠りの世界に。で、私はちょっと右の肩があれだったんですけど、はい、やっぱり、うん、押された瞬間こう血液がこう流れていく感じというか、実際体どうでしたでしょうか。持ち肌、持ち肌、はい、とてもいい体してました。なんかプロレスラーっぽい体ではなかったんで、ちょっとびっくりしました。プロレスラーっぽい体ではなかったので、びっくりしました。キャシャな感じで、キャシャな感じでね、キャシャな感じで、はい、でも、うん、あの自分が今回その印象に残ったのは、まあ、もう入った瞬間から、はい、田村様が昔の田村様だと思うとやっぱ全然違う。で、入ってまず田村様が持ってる空気が変わっているし、なんかこう神々しささえ出てるような感じがすごくして、であの、まあ、体をパンツ1枚ですよ。そうですね、体を預けるわけじゃないですか、はい、で初めはやっぱり先輩にやっていただくなんて、でもすごい緊張してたんですけど、あの田村さんの手がなんて言うんだろう、あ、どん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 熱くなってきて、最後にはなんかこうあったかいお湯、なんかあったかいオイルでやっていただいてるような感じだったので、すごくリラックスできました。よかったです。お店のことについて少し、はい、あのご質問させていただきます、はい、営業時間教えてください。はい、11時から9時までになってます。11時から、はい、受付が8時までになってますので、そちら8時までに受付をしてください。完全予約制。そうですね、完全予約制、はい、でも仕事終わってからでも、はい、当日は電話でしていただければ、はい、受けれますので、はい、はい、お休みの日は、4月23日から始めたんですけども、3ヶ月間休まないでやるっていう。それでは駅からのこちらの、はい、はい、水江駅を降りていただきまして、2番バス乗り場に乗っていただきまして、新小岩駅、小岩駅、江戸川スポーツランド駅に乗っていただければ、大洲静止で降りていただければ、すぐ1分ぐらいで着くので、ぜひいらっしゃってください。あの青い看板、駒屋さんでしたっけ、病院。そうですね、の看板がありました、はい、そこを左に入っていただくと、はい、奥の方に黄色いすごく目立つ看板が出てきますので、はい、ピンポンと押していただいたらパッと逃げていただける田村さんも鬼の競争を投げかけてきますから、はい、でこう、 うっかりあの設置に寝てしまうと、最後はエルボードロックが降りてくるという。そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。またお越しください。はい、お願いします。